じゃあタケちゃんも出してあげて。うん、体重はね増えてませんでした。10.3。だからこの間 50g だったね、減ってました。あ、そうですか。これぐらいで止まった方がいいかもしれないです ね、 そうですね、腰のことを考えるとね。はい、なんかちょっと太って見えたからドキドキだったんですけど、うん、ですね。で、うんちは朝散歩でして、はい、その後はうんちしてないの？うんちはその後はしてないです。朝一番の、おしっこは一般人じゃ書いてない。おしっこはした？おしっこはしたみたいです。わかりました。散歩行こうですね。じゃあうんちは朝して、はい、それからはしてません、はい、おしっこはそれがだからここを書いてるね。20センチでしたね。じゃあまあ 1.5×20センチね。はい、円で出てますね。はい、ですね。でまああのね、トリミング中はね、やっぱ、あ、そうか、そんなに後ろ足震えなかったんだ。この間も震えなかったんだよね。そうですか。震えで困ってるんだけど。ただまああの顔の時にちょっとね。この辺持たれるのがちょっと嫌で、そうですね、はい、それはあるみたいです、はい、で点眼はね、はい、1時間に1回ぐらいちょっと左目させてもらったんで、はい、はい、そんで今日薬2週間出ますよね。はい、書いてないですか。で今日出す薬ってさ、はい、どのステージのプレー？1.25。はい、はい、じゃあ今日出るプレの量が、はい、その前の書いておこうかな。あ、この間のこっち側に書いてあります。ここに書いてありました。ここかな。あ、ここに書いて、はい、1.43 でしたよね。はい、それからちょっと減りますね。そう、これから減ります。はい、これから今日が19ですよね。はい、1.25、これがまた減ってくるとね、はい、心配なんだけど、多いとこ多いでまだこれの副作用が出ちゃうからね、はい、減らしておきたい。だから今こうやって減ってきて調子がいいから、はい、だからこの喉大事なんですよ。これがちょっとおかしかったらさ、なんか出てると思ってもらわない。そうですね、体形水炎なんですよね。はい、まああのちょっとここにも書いておこうかな。これで1.25になりますからね、はい、今日出せますからね、はい。で今度伺うときに、はい、あの予防注射の方を。はい、予防注射の方ね。はい、はい、分かりました。はい、はい、11月で、その時はあのちゃんとご飯食べてきてくださいね。はい、分かりました。はい、じゃあお薬2週間分ね、はい、ご用意いたします。はい、はい、すいません、ありがとうございました。